皆さんこんにちは。キラキラチャンネルの時間です。今月は私研究員の前野がご案内いたします。夏本番、日中は暑いんですけれども、夜になると少しは涼しくなって、星空を見るには、いい時期です。天気がいい日にはこの番組を見て夏の星空をぜひお楽しみください。それではどうぞ。それでは今月の星空をご案内いたします。夏は東の方に体を向けて少し見上げてみると、夏の大三角が見つけられます。こと座のベガ、わし座のアルタイル、そして白鳥座のデゲブ、どれも一等星で、目立ちますので、ぜひですね、東の方に体を向けてみて、見上げてこの3つの星見つけて、大きな三角形があるなというふうにですね、ご覧ください。で、この時期はですね、夏の大三角、のあたり、それから南の方にかけて特に濃く天の川も見ることができます。天の川の紹介はまた、次回ご紹介します。続いて今月の一押し天体です。今回、ピックアップするのは白鳥座のくちばしにあるアルビレオ。はい、アルビレオは、翼を広げた白鳥のくちばしの位置にあるんですけれども、望遠鏡を使わずに目で肉眼で見ても一つの星にしか見えません。しかし望遠鏡、小さな望遠鏡でもいいんですけれども、で、覗いてみると2つ、すぐ近くにあるというのが分かります。しかも色が違う、星なんです。こういうふうに2つ重なって見える星を二重星というんですけれども、特に色がブルーとオレンジで非常に美しい、対比を見せる二重星として有名です。で、特に、小さな望遠鏡でも、気軽にこのアルビレオの色の違いを楽しむことができます。天井の宝石というふうに例えられるこの美しい色の対比を見せるアルビレオを、ぜひこの時期ご覧いただきたいと思います。天文台インフォメーションコーナー、どうぞ。天文台公演7月の行事をご紹介します。天文公演会7月22日太陽に何が起こるについてご紹介します。7月22日南西諸島で皆既となるこの日食は、全国各地で大きく欠ける部分日食を起こします。皆既日食で見ることのできる太陽の姿や部分日食の観測方法についてご紹介します。日食特別観望会についてご案内します。今回の部分日食は約8割も欠ける大きなものとなります。天文台では望遠鏡やピンホールカメラなど様々な観測方法で部分日食を 120% 楽しんでいただきます。昼間の星と太陽の観察会についてご案内します。60センチ望遠鏡を使って昼間に見える金星や一等星をご覧いただきます。また西洋望遠鏡で太陽観察を行います。7月6日から13日の間、施設整備のため休園させていただきます。ご迷惑をおかけいたします。なお7月18日から8月31日まで天文台公園は休まず営業いたします。観望会は毎晩午後7時半から9時まで行っています。平日は当公園にお泊まりいただいたお客様のみのご案内となっていますが、土曜日と日曜日はご宿泊されなくてもご参加いただけます。土曜日は予約が必要ですので、お電話にてお問い合わせください。夜の観望会で世界最高の迫力ある宇宙をその目で体感してください。